少女バラエティーゲームラピュラスパニック。こんにちは、ワンちゃんです。カジノ資源場に勤めて早8年、ルーレットを担当しています。次から次へと来るお客様に心を込めてお付き合いよろしくお願いします。カジノ資源場へようこそ。私はワンちゃん。あなたもアダムキューに挑戦しに来たギャンブラーね。だったらまず私とルーレットで勝負してもらわなくちゃね。あんまりじろじろ見ないで。私の負けね。約束通り次のステージへ案内するわ。でもあなたの実力じゃ次の相手のリンジお姉様には勝てないと思うけどね。ようこそ。私はルージュ、さすらいのギャンブラーとみんなは言うわ。私に出会ったものは全て私の前にひれ伏すの。私のゲームはワンチャンスポーカー。この私と勝負するときは覚悟なさってね。お客様、なかなかの腕前のようですよね。私の名はルージュ。次は私がワンチャンスポーカーでお相手させていただきます。ありませんわね。約束ですもの。勝負は時の運と言いたいところですが、残念ながら今回は私の完敗ですわ。約束通りあなたを次のステージへご案内差し上げます。一度次元上の幹部候補さ。ブラックジャックを担当してるんだけど、挑んでくる奴らは来るやつ来るやつ全然歯ごたえのないやつばかり。ああ、どこかにちょっとは楽しませてくれるやつはいないかな。すごいね君。僕のところまでたどり着いたギャンブラーは本当久しぶりだよ。僕の名はピーキャット。最初から手は抜かないから覚悟してくれよ。それじゃあブラックジャックで勝負だ。天才の僕が負けるなんて。天才の僕がマダムキュー以外に負けたのは初めてだよ。約束通りこのカジノの支配人マダムキューの部屋まで案内しよう。さすがの君も彼女には勝てないと思うけどね。私はカジノ次元城の支配人マダムキュー。カジノはいいわ。このギリギリの緊張感を味わっているとすごくスリルを感じるの。あなたもこの魅力に取りつかれてみたら。でも私は絶対負けないけどね。ようこそカジノ次元城へ。私が当カジノの支配人マダム Q です。ずいぶんとお強いですわねお客様。もちろん私からの挑戦も受けていただけるんでしょう。私をここまで本気にさせた人はあなたが初めてよ。もう一度私に勝つことができたらあなたの望み通り
この世界に関する重大な秘密を教えてあげることができるけど、どうかしら。私の乾杯よ。約束通り、この世界に関する重大な秘密を教えてあげますわ。首都ラピスで総統アドラスが独裁国家を目指して暗躍しているらしいの。そこの軍研究所主任だったドクター・ジェーンがこの先の施設研究所に住んでいるけど。あ、ちょっと、ねえ、あなたが言ってどうにかなるものではないわ。私はドクター・ジェーン。科学こそ万能の魔法なのだが、ゲームの叱り。頭脳で勝負すれば勝てぬものはない。お分かりかな。
誰であろうと許さんぞ。何者だ貴様は。先ほどから騒がしかったのは貴様のせいだな。私の名はドクタージェ。今世紀最大の天才科学者だ。仕方がない。これでいいんだろ。信じられないわ。私の乾杯だ。約束通り、知っていることは教えてあげよう。もう知っていると思うが、ルート5とイカルマは何者かに呪いをかけられてあのような姿にされたのだ。残念ながら私の頭脳をもってしても二人を元に戻すことができなかった。全ての謎は相当アドラスが握っているはずだ。首都へ向かうがいい。ラピスを守るために改造されたサイボーグ近衛兵だ。僕の命が朽ちるまでこの首都は守り抜いてやるぞ。僕のゲームはちょっと危険な射撃ゲームだ。気をつけないとすぐアウトだぞ。貴様何者だ。無断でここに侵入した者は銃殺だぞ。僕の名はドーラ。貴様のような反乱分子からアドラス様と首都ラピスを守るために生まれた親衛隊のサイボーグ戦士だ。よし、射撃で勝負してやる。少し貴様を侮りすぎたようだ。だが、いい気になるなよ。勝負はこれからだ。僕も戦士の端くれだ。約束は守る。総統閣下の居場所ならばこの先にある大本営のオペレーターガールのデリーが知っているかもしれない。僕が知っているのはそれだけだ。マリアです。ゲームは知的欲求を満足させる楽しいものだと思ってるんだけど、なぜか私の担当はモグラ叩きなの。知的というよりは攻撃的よね。まあいいけど。アドラス様の居場所を知りたいのですか。残念ながらそれは教えて差し上げるわけには参りませんわ。私はこの研究所の所長、マリア。どうしてもとおっしゃるのなら、私とモグラ叩きで勝負していただきます。見かけによらずお強いですわね。次は本気でやらせていただきますわ。
約束通りアドラス様について教えて差し上げたいのですが、私も総統がラピュラスの力を借りて何かなさろうとしていること以外詳しい事情は存じ上げませんの。ただ親衛隊長のイーブ様なら何かご存知かもしれませんわ。私はイブ、このアドラス親衛隊の隊長だ。私の使命はアドラス様の邪魔をする者どもをゲームで懲らしめること。アドラス様は私たち親衛隊のすべてなのだ。たった一人でよくたどり着いたな。まずは褒めてやる。だが貴様の快進撃もここでおしまいだ。アドラス親衛隊長であるこのイブ、貴様に直接引導を渡してやる。二度はないぞ。覚悟しろ。アドラス様は邪神ラピュラスを自らの体内に復活させようとなさっている。破壊神の力を持ってこの世界全土を焦土と化すおつもりなのだ。お前ならアドラス様を止めることができるかもしれない。頼む、この先にある宇宙船でラピュラスの神殿に向かってくれ。アドラス様を助けてあげてくれ。私は総統アドラスである。この惑星ラピュラスを守るために女神ラピュラスの力を。どうも最近体の調子がおかしい。どうしたのか。私はアドラス。混沌とした世界を救うべく邪神に身を捧げた。それ以外はもう何も思い出せないのだ。哀れな、裁きが下るぞ。私は誰？そう、私は、我が名は邪神ラピュラス。今やアドラス完全に我が器と化した。我に逆らうお前、料理してくれる。たまにはこんなことも面白いわ。勇者であるあなたには最後の試練を与えなければならないの。頑張って。
苦労様、よく頑張ったわね。あなたこそ真の英雄よ。あなたの名は惑星ラピュラスにずっと伝えられてゆくことでしょう。本当にありがとう。そしてまた会いましょう。